拙者は流浪に、当てのない旅の剣客でござるよ。あなたは本当の名前すら語りたくないの？日村剣心、それが拙者の今の名前でござる。誰にだって語りたくない過去の一つや二つあっておかしくないわ。他人から哀れみを受けるほど落ちちゃいねえ。ここは命がけでも助けに行く。気に入ったぜあんた、俺の剣か買わねえか。片時も離れたくないくらいよ。その剣で自由に人を守り続けるため、剣心は流れるように生きる。拙者は死ぬまで殺さずの流浪人でござるよ。たとえ今日が腐った日でも明日が。時代は変わったんだ。剣一本では何もできんのだぞ。この目に留まる人々くらいなら何とか守れるでござる。あいつは俺が斬る。江戸城御庭番衆である俺たちの獲物だ。私は人の過去になんかこだわらないわよ。忘れてそのまま旅に出たら絶対に許さないからね。人斬りは所詮死ぬまで人斬り。生き抜いてみせるのさ。抜刀斎の獅子名の由来、とくと味わわせてやる。